どうも、ついちゃんことついのぞみです。今回はですね、大人気の大人気はやめよう、人気の私のお昼ご飯のちょっと撮影してみようかなと思います。今日は平日のただいま12時ちょうどになったんですけど、今からもう簡単にサクッとお昼ご飯を食べていこうかなと思いますので、人気の食べる辻 with ランチ、オアランチっていうんですか、食べる辻フューチャリングランチみたいな、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。今日みんなね、平日でね、出発したわけですよ、学校に。そしたら行って1時間後に学校からメールが来て、学級閉鎖になりましたと。ということで、中学生の生がですね、学級閉鎖により9時過ぎに帰ってまいりました。生が急にご飯食べたいって言っても簡単にできるようなちょっとアイテムがあるから、それ使って私もご飯食べちゃおうかなと思います。このメニューが、よいしょ、冷凍庫なんですけど、うちのさ、うちの冷凍庫さ、これさ、あの誰かがね、これ冷凍庫なんだけど、全部開けてちょっと開いた状態でそのまま放置されて、あの固まっちゃったわけよ、その水、溶けた水が。だからなんか開くとこと開かないとこがあって、で無理やり開けて、結局よいしょ、なんかこうやってバキバキに割れてみたいな感じ、ぎっしり冷凍庫に物が入っております。で今日はここね、ここグリーンスプーンさんのストックがちょっといっぱいあるから、これを食べようかなと思ってます。いろんな種類があるんですけど、私が一番大好きなシーザーサラダと、ナスとヤングコーンのシーフードグリーンカレー。何してんの？コアもご飯食べよう。コアご飯作る。ご飯作ってくれる？じゃあコアご飯作って。まずは、ご飯食べる前に、これ、フリースプーンのアサイースムージー。これ、ノアも大好きなんですけど、まだあるから、ママ。食べれるかな？これコア作ってみて。これ、もみもみしといて、もみもみ。私はこの硬いからもみもみして、シーザーサラダと5種の野菜と国産チキンの和風スパイスキーマカレー、これ食べます。頑張って。他にもね、めっちゃいっぱいあるのよ。しいたけ、白ネギの鶏スキナルとかいろいろあるんですけど、レンジで簡単にチンってやったら食べられるから、後でせいが食べるって言ったら、まあ、選ばせて、今日はそんな感じのお昼ご飯にしようかなと思います。コアもなんか食べれるかな。コアなんか食べようか。鶏すき鍋にする？これにおうどん入れてもいいんじゃない？ハンバーグはせいかな。かぼちゃの濃厚クリームシチューとかもある。これはノアだね。いろいろ種類あるから、うちみんな4人ともさ、食の好み違うけどみんないけそうよ。コアさんはこれにしてみよう。白ネギと椎茸の鶏すき鍋、これにうどん入れて食べてみる。で、私はさっきなんか頑張って。よし、じゃあやるよ。どんな感じ？あ、すごいまだ硬いね。袋を開封し、食材が冷凍された状態で牛乳など好きな飲み物を150入れます。袋を揉みほぐしミキサーに入れて、で、これ開けて、これ開けて、なんだっけこれ、なんか入ってる。ここにザザザっと、うぃー、牛乳150、水でもいいんだって。これ全部よ、触ったね。うぃー、バナナジュースみたい。そう、はい、さあ、牛、上押して、で、回す。こっち。あ、こうだな。こっち。一回止めてね。できました。
番浅い。コアこれ飲める？コアはどうだろう。ノアが好きなんだよ。なんでですか？すごいめっちゃ美味しそうだよ。いただきます。なんでみて？コア飲める。うん、美味しいよ。あ、飲めるかも。アイスだね。ねえ、飲めるね。これめっちゃ栄養満点だよ。ブルーベリー、アサイ、オートミール、バナナ、ロマネスコ入ってるよ。いちご、マンゴー、アガベロシロップ。すごい。美味しい。え、すごい。でも101食分あたり、これ好き？よかったよかった。134キロカロリーだって。まだ入ってるよ。だって。乾杯。乾杯。これやばいね。これ毎日朝いけるよ。セイもソラもノアもみんな好きなやつだ。っていうかコアが飲めると思わんかった。すごいよ、コアロマネスコ食べれてるじゃん。オートミールとかアサイーもいけてる。これもやってみようか。これにおうどん入れて、私のお昼ご飯もこれちょっとアサイーで結構お腹にたまりそうなんだけど、5種の野菜と国産チキンの和風スパイスキーマカレー食べてみようと思うんだけどさ、このままでも美味しいと思うんだけど、ちょっとアレンジして冷凍のうどんにかけて食べてみようかなと思います。袋を揉みほぐし耐熱容器に移し替えますって。ふんわりラップをし電子レンジに加熱します。温め時間の目安は600ワットで4分20秒。やってみよう。冷凍うどんをお皿にもうそのまま乗せてほぐして、これをかけるよ。すごい。なんか思ったんと違う。え、待って、スープはどこに？スープないんだよ。普通さ、もうなんかスープ状になってるイメージだけど、見て、じゃん。美味しそう。美味しそうだね。しかも野菜もしっかりちゃんと綺麗だよ。ご飯みたい。コアさん次、じゃあこれを。コアさん上。コアさん上。コアさんのこちらのカレー、こっちはこんな感じの袋に入ってて、これ食べれる？これ分かんない。ちょっとやってみよう。やってみよう。こうやってやってこのままチン。600ワットで4分30秒。いきます。はい、こっちポン押して、ちょっと押して、赤いの。そうで、このまま私はさっきのここに牛乳50。うー、50の目盛りがない。牛乳を50入れる。これアレンジだから後ろには書いてないんですけど、このままチンします。ラップして。次これママのサラダね。コアが寝てた時これ買いに行ったの。そう、寂しかった。寂しかった。コアと寝てたから。じゃあこれピンポンって届けてくれたの。どうしてよママ。そうだね、これはピンポンって届けてくれたの。てかめっちゃいい匂い。見せて。ママブロッコリー食べれるの？ママは好きだよ。シーザーサラダなんですけど、これもチンするんだって。シーザーサラダだけど、あったかいタイプのシーザーサラダ。これが咲く、これが咲く、ううだ、これが咲く、ううだ。はい、まだチンする前なんですけど、もう朝日もほとんどもうなくなっちゃったけど、こんな感じ。はい、これやばい。5、うん、4、うん、3、コアのができます。0。すごい匂い、コアちゃんの。ジュ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 ン、ジュ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 ン。これご飯にかけても美味しそうだ。食べてる？食べれる食べれる。お野菜食べれる？お野菜食べれなくてもこれを絶対美味しい。じゃーん、すごい、超本格的。ママの方行きます。ママのスタートしました。コアさんもおうどん。ママのチンしちゃってるからな。
お湯で行きますか。いいですか。コアはさっきのあのなんだっけ、鶏すき鍋のスープとかをおうどんにかけて食べてます。私はこんな感じ。これシーザーサラダ、会社も牛乳でいただきます。混ぜてあえて食べる感じ。カレーだね。うん、エスニックって書いてあったからちょっとスパイスが効いてるのかもしれない。うんうん、めっちゃ本格的なスパイスの感じ。ナスも美味しい。大人の味があるかもしれないけど。大人で空ぐらい？大人じゃないよ、空は。オラは大人じゃない。セイは？うん、セイは？あ、忘れてた、セイ。すごい、コアなくなるじゃん。チーザーサラダもいってみるね。ここにも入ってる、ロマネスコ。おわ。オーマイガー、なくなった。オーマイガー。オーマイガー。それ食べてもいいよ。でも食べるシーザーサラダ、うん、ロマネスコ入ってんのすごくない？いただきます。あ、うまっ。オーマイガー、ヤミーヤミー。オーマイガー、オーマイガー。私冷凍の野菜とかって旨味とかがさ少しさ軽減しちゃうっていうイメージとかがあったんだけど、しっかりさ野菜の旨味もあってちゃんとシャキシャキ感も残っててめちゃくちゃ美味しい。うんふん。やだ。芽キャベツもすっごいしっかりしてる。ブロッコバリー、ブロッコバリーパンチ、ヤミヤミーヤミー。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。やばい、オーマイガーとヤミーしか言えない親子になってるよ。オーマイガー、オーマイガー、ヤミー。チーザーサラダにかぼちゃとかこういうカレーにね、かぼちゃ、私が今回食べたやつに、ね、全部かぼちゃが入ってんだけど、これガチャさせたら気持ちいいじゃん、うんうん、めちゃくちゃ合う。コアがこれ食べれてんのすごい。さっきのアサイもそうだけどさ、本当にコアって食幅が狭すぎて、塩にぎり一番好きみたいな。カレー好き、あとそぼろご飯が好き。最近で言うと大根の味噌汁が好きなんだよね。一番好き。ね、一番好きなんだよね。しかも千切りじゃないとダメなんだよね。エスニックってさ、書いて あるぐらいだからさ、ちょっと癖強めないの。でも食べれてる。大人のカレーよ。辛くないけど大人の味。牛乳入れたから子供も食べれる感じなのかもしれない。ヤミー。チーザーサラダにかぼちゃも美味しい。子供はまだお野菜食べれないんだよ。え、そうなの？うん、でも大根さん食べれるじゃん。大根さんはあんま食べる。ん？食べれるでしょ？うん。ママ、それ水でしょ？うん。ママ、最近水めっちゃ飲むようにしてんだ。なんで？体調を良くするために。さっきスコアのね、おうどんにこうかけてたやつの残りもあるんですけど、これもちょっと食べてみる。すごいよ、スナップエンドウがパンパンだよ。それよい。うん、
ジャンルが全然また違うけど、ママこれ正好きだ。ママこれかこれかこれどっち好き？なんかどれも好き。一番好きなの？これは食べなじみがある。これはお店みたい。これは発見。こういう作り方もあるのねって知ったの、ママ。鶏肉とお野菜。お肉めちゃくちゃ柔らかいよ、こわ。知ってるよ。やば。知ってるよ。知ってる？めっちゃ柔らかい。これなんかどんどん食べれちゃう。気になっちゃってさ、いろんな種類今作ってみてるけどさ、野菜もねいっぱいあるし、これぐらい食べた方がいいんだって。人間ってタンパク質と糖質、脂質、ビタミン、ミネラルとか取るべき栄養素っていうのがめちゃくちゃ多いんだけど、このさ栄養素をさ考えながら毎日料理をするっていうのがすっごい大変だと思うの。でも健康でいたいし、若々しくさいたいからさ、全部したいけど、こう全部をね補うのってなかなか難しいと思うんですよ。でもこのグリーンスプーンさんのご飯は大きい野菜がいっぱいいっぱい入ってるから、しっかりさ体に栄養を取りながらご飯を食べれてるっていう感じがしてます。しかもさ、なんか一人のご飯って自分のためだけに作る気っていうのがあんましなくて、同じようなもの食べたりとか適当に済ませちゃうっていうことが結構あったりするんだけど、グリーンスプーンも常備しといてアレンジして食べたりすると幸せな気分になるなと思って。グリーンスプーンさんの冷凍おかずは他にもなんかいろんなねアレンジをして食べることができるから、メニューもめっちゃいっぱいあるし、飽きずに本当に使いやすくておすすめです。特にさ、この今日食べてるさ、このキーマカレーがすっごい本格的なスパイスな感じなの。家でなかなか出せる味じゃないからめっちゃ美味しいし良かったです。今日は食べられなかったんだけど、人気商品のハンバーグとかもすごい美味しいんだって。子供たちの4人とも好みが違うから、どの子にもハマりそうな種類があったから、子供たちに選んで食べてもらうのもすごい楽しみ。とりあえずノアが学校から帰ってきたらアサイースムージー飲ませてみたい。ノアめっちゃ好きでさ、アサイーが。コアも飲めたのはマジでびっくり。シェイに関しては寝た気がする。複雑な生活してて、セイが規則正しすぎる生活っていうのかな。夜7時に寝て4時に起きて学校に行くみたいな生活をねずっとしてるの。新学期入ってから学校から帰ってきて遊びに行ければ遊びに行くんだけど、やっぱ学級閉鎖ともなっちゃうと遊びに行けないから、部屋にいるとどうしても寝ちゃうんだよね。多分寝た気がする。でももう言うても1時なので一旦様子を見に行って、起きていればご飯を食べさせようかなと思ってます。極端すぎてセイの生活が。冬休みは明るいうち寝てたりとかしててぐっちゃぐちゃだったの。でもなんで俺はみたいな、こんな時間まで寝てしまったんだろうみたいな感じで罪悪感を抱いてて、じゃあ直そうねっていう話して直したら7時に寝て4時に起きるっていうリズムになっちゃったみたいな感じ。そっちの方がね、朝起こすストレスみたいのがないからまあいいっちゃいいんですけど、でもインフルエンザかな。学級閉鎖の理由っていうのは教えてもらえないので、何が今流行ってるのかはねちょっとわからないんですけど、今インフルエンザの B 型も流行りだしたっていうのをちょっとちらっと聞いたので、 B なのか A なのか分かんない、胃腸炎なのか分かんないんですけど、もう嫌だね。これマジでせいに食べさせよう。絶対ご飯に合うよ。野菜食べてるって感じ。基本的にやっぱ好きなんだよね私、野菜が。お肉も好きだけど野菜好き。自分がさ子供たちにできることってさ、ご飯を作ってあげることって思ってて、ご飯は一生懸命作ろうって思ってたんだけどさ、本当にしんどい時さ気合で作るんだけど、これ野菜いっぱい入ってるしさ、そういう時は本当にいいなって思った。ママがじゃあインフルエンザとかになっちゃったら、ママコアがさこれ覚えたでしょ、もう作り方作れるでしょ、もう作れない。あのジュースは分かる。あのジュースできる。ママがじゃあさお熱出ちゃったらそれ作ってね。お願いします。ママが寝てた時みんなお仕事なし。
そうこんな感じでしっかりご飯と野菜と栄養バランスを考えて、1月2月は風邪が流行る時期だから、子供はもちろんなんですけど、特にねママがやっぱ倒れちゃうと家がね回らないから、気をつけながら生活していきたいと思います。なのでね、皆さんもぜひ本当に気をつけてください。体調管理ね、これから花粉も出てくるよきっと。私アレルギー持ってるからさ、本当花粉も嫌だ。まったりだらだら、まったりだらだら、違うよ、やばい、洗濯回したままやることいっぱいあるんですけど、しっかりご飯を食べて今日も今日とて頑張りたいと思います。そうこれ入れてた、そう冷たい、まだまだこれ干さなきゃいけないの。ちょっともう一回あっち置いといて、ママやるから模様替えもしたいと思ってて、ご飯食べてやることをやっていきたいと思います。バイバーイ。はい、ということで今回ももう大人気のお昼ご飯の様子を動画で撮影してみました。さっきお昼ご飯食べて洗濯とかもろもろ済ませて着替えて今に至るんですけど、ただいま3時にエンディングを撮ろうかなと思ってこちらにやってまいりました。今日私がお昼ご飯に食べてたグリーンスプーンさんの冷凍おかずをちょっとここで紹介させてもらおうかなと思います。こんな感じでね、いろんな種類があるんですけども、どれを食べても美味しかったです。冷凍したものだからちょっと野菜のさ、旨味的なものとかも足りないのかなって思ってたんだけど、でも食べてみたら、あの野菜の旨味もしっかりあって、お肉だったり野菜もすごく一つがゴロッと大きくって、お腹もしっかり満腹になりました。しかもこういうのって結構ね、値段がね高いって思ってる方もいると思うんですけど、なんとこの1食が500円以下になるので、コンビニとかで、まあ、ご飯とサラダとかを単品でそれぞれ買うよりも安いんです。自宅でさ、簡単にヘルシーなさご飯をさ実現できるって本当に嬉しいなと思います。特にこのナスとヤングコーンのシーフードグリーンカレー、カツオ香る和風だしの直火焼きハンバーグ、白ネギと椎茸の鶏すき鍋、ブロッコリーとかぼちゃの特製シーザーサラダ、5種の野菜と国産チキンの和風スパイスキーマカレーがですね、すごく好評いただいてるみたいで、特におすすめ商品になってるみたいです。本当に美味しかったこちらのグリーンスプーンさんのおかずシリーズなんですけど、こちらの商品はですね、パパさんママさんの一人時間のご飯にもとってもおすすめだなと思いました。グリーンスプーンさんって家族みんなで食べるっていうこともできると思うんですけど、子供たちが大きくなって親ができることって少なくなっていく中で、大きくなっちゃった子供に何ができるって思ったら、自分がご飯をしっかりこう作ってあげるっていうことなのかなってすごくこう思いながら日々ね生活してるんだけど、でもどうしてもやっぱり自分が体調が悪かったりとか忙しくって作るのが本当に大変な時って絶対にあるじゃん。でもそういう時にやっぱりこういうグリーンスプーンさんみたいなアイテムに頼るっていうのは一つね、やっぱり自分を追い詰めなくていいというか、助けてもらうっていう意味で使ってみるのはありなのかなっていうのはすごく思いました。うち結構しっかり量を作るようにしてるんですけど、それでもあのね、本当食べる時ってマジでびっくりするぐらい食べるんですよ。だからそういう時に自分の分がなくなっちゃって、いつもなんか納豆ご飯とかたくあんご飯とかしちゃう時もやっぱりあって、そういう時になんかこう自分用にね一つあったら、まあ、自分の栄養価も上がるし、なんか気分的にも嬉しい気持ちにもなるし、そういう時にも私にとってはすごくいいのかなって思いました。例えば私が一番すごいな、尊敬してるっていうママ友だったりとかのすごいなポイントがあるんだけど、やっぱ毎日お弁当を作ってる人とかもいるわけじゃない。私は毎日ではなかったりするんですけど、たまにしか作らない人なんだけど、たまに作るとやっぱりこれ毎日って
しんどいなって思うこととかあるんだけど、1週間のうち1食でも2食でもグリーンスプーンさんのアイテムを使えたら楽になるのかなと思って、で栄養価も高いし、うどんとかご飯とかにすごく合う味付けだったので、お弁当の1回として使うっていうのもなんかありなのかなっていうのはすごく思ったので、1週間のうちの1回なのか2回なのかに入れて手助けしてもらうっていうのもありなのかなって私は思いました。一生懸命自分で栄養価を考えて作ることももちろん素敵だと思うし、いいことだと思うし、だけどやっぱずっとそれをね考えるのも辛くなっちゃうし、しんどくなっちゃうから、野菜もいっぱいだし食べ応えもあるし、毎日お弁当を作る身であったら1食分ぐらいはいいなって思う今日みたいな一人でご飯だったりとか、もう一人分のご飯を用意するってなるときに作るのめんどくさいから、そういうときにレンチンたった5分で簡単に食べられるこのグリーンスプーンがすごくありがたいなと思います。飽きることなくレシピのラインナップが豊富にめちゃくちゃあるから、そこがすごく嬉しいなと思います。皆さんにもねぜひこのメニューのラインナップっていうのを見てもらって、絶対誰しもが一番あーこれ好きっていうのがあると思うので、ぜひねチェックしてみてほしいなと思います。おかずシリーズはお肉ももちろん入ってるんですけど、野菜でね結構満腹になれるから、無理せずにヘルシーな食事が取れちゃうし、年末年始とかについね食べ過ぎちゃったっていう方にも低カロリーで低糖質なのですごくおすすめです。そしてですね、実は今回グリーンスプーンの限定セットかつ最安値のキャンペーンを期間限定で用意してもらいました。私の概要欄のリンクの方を貼らせていただきますので、ぜひチェックしてみてください。これはですね5日間だけの超限定セットになってますので、気になるよって方は今すぐチェックしてみてください。はい、ということで今回もこんな感じで、もう超人気の私の食べる辻のお昼バージョンを撮影してみました。新学期も始まって一人でご飯を食べることも増えていくのかなと思いますので、またちょっと私のランチの相手をしていただけたら嬉しいなと思っております。なのでこの動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、TikTok とアンジュシャルームとパセリとイリュン、そしてコツバメルとやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。